今回はライトウェイトスポーツカーに興味をお持ちの方々に向けて私の乗っているロータスを含め他の車種それぞれの選び方や買い方についてお話をしてみたいと思いますなおこの話は私の独断と偏見好みの話もありますのでラジオ感覚でね聞き流していただければと思いますまずライトウェイトスポーツの王道と言われるロータスなんですが 昨年の初めにロータス全車種が販売終了となるとそういうことが発表となりました合わせてファイナルエディションをもって現行の車種は終了とそういうことになったんですがこの発表があった途端にロータスが急に売れ出したとそういうようなことがありましたこれまあライトウェイトスポーツ いよいよなくなるぞということで狙っていた方は最後の駆け込み需要で買いあさったというようなそんな感じになりましたそれなのでその煽りを受けて中古車全体の価格がもう高騰して高止まりというようなそんな感じになっています現在あの中古車情報このカーセンサーで見てみますと リーゼンが大体いい40台ぐらいの在庫があるんですが、えー、これあの、以前はね、10台ぐらいまで激減したと、えー、そんなようなことでありました。えー、そして最近になって、また少し台数はあの戻ってきてはいるんですけども、えーまあ、価格の方がもう高くて高止まりみたいな感じ、えー、そんなような状況になっています。 それで私の動画の方で以前コミュニティ欄から現行のロータスオーナーさんにアンケートを取りました内容としては今持っているロータスを今後どうするかというようなことなんですけども全体であのロータスオーナーさん52名の回答をいただけました内容をちょっと精査してみますけども今持っているロータスこのまま一生乗り続けたい というおっしゃってる方が、えー、38名、えー、全体の73%にも上りました、えー、これどういうことかというと、えー、これだけ持っていたい持ち続けていたいということが多いとなると、えー、中古車の方にはまず出てこないというような、えー、そういうような感じだと思います、えー、既存のオーナーがねもう70%以上がそうに思っているということであれば えーまあ、残りの、ね、3割弱の人のものしか出てこないという、まあ、そういう現実がありますので、えー、ますますそのロータスの入手は難しくなってるんじゃないかなと、えー、そういうふうに感じます、えーまあ、当然需要と供給の,、ね、あのバランスなので価格は高めに推移していくというような、えーまあ、残念ながら、ね、そんなような感じにはなっています えー、そして他の意見を見ますと、えーまあ、このままもしばらく持っていて高値で売れるタイミング、まあ、それをいずれを見て、えー、他,他のメーカーに乗り換えをしたいと、えー、そういう方が9名、えー、17%ほどおります、えー、それとあとこの現状の価値をねあの保つために乗らずに手元に置いておきたいと、えーまあ、コレクターみたいな方 そういう回答も、ね、あの1名2、2%ありました。それともう1つ、あの現在、ね、あの古いロータス、例えば S2 とか、まあ、S1 とか、そういうエリーゼのお乗りの方が、まあ、チャンスがあれば S3 の方に乗り換えたいなと、そういう意見もありました。これは全体の、ね、4%、2名ほどでありました。 それと最後にあの新しいロータスのエミーラ、えー、こちらの方に乗り換えを考えている、まあ、乗り換えたい、えー、そういう方も2名4%でした、えー、と既存の、ね、ロータスから今度まあエミーラの方に、ね、買い替えというようなこと、まあ、これあの、まあ、見ての通りねありいることはいるんですが、えー、車格車種がまたが全然変わってきてしまうので やっぱりその既存のエリーゼエキシージの受け皿にミイラはならないというようなねそういうことになりますどちらかというと新しいその、まあ、オーナーというかねあの今までそのロータスに興味を持っていなかった方の客層になるのかなとそんなような気がしますそれであの、まあ、ロータス価格が、ね、非常に高値維持という感じで高いんですが えー、私の、ね、知り合いがね、あのロータスを欲しいということであの、ちょっと良さそうな物件があったので、お店の方にね、問い,問い合わせを、ね、したそうなんです。えー、そんな時にあに、お店さんの方からあの、販売エリア外なので、えー、売れないと、えーまあ常に、常にというか、あの買った後も、 そのメンテナンスとか車検とかそういうものにはまあ入れていただくことを条件じゃないと売りませんよというような、えー、そんなような感じでやんわりと断られたそうです、えー、まあこれどういうことかと言いますとお店さんの方もやはりその顧客をまあ囲い込みをしているというか、えー、そんなような現状があります、えー、もうロータスのねあの限られたパイの奪い合い 合わせてその顧客も奪いやみたいな感じになってしまっておりまして、えー、まあ販売店さんの方ではこれ以上この車種があの増えるということはないので、えー、既存のオーナーさんでまああの取り囲んでおくというような、えー、そんなようなあの販売戦略をされているところも多くなっているそうです、えー、まあお店のね、あのー、まあ販売方針なのでいろいろ言うことではないんですが お客自体が少なくなってしまうというようなね、こういう現実もありますので、これはまあ,あ、販売店さんにとってもね、死活問題なのかなと、そんなような気もします。それならば、新しいエミイラ、この客がね、増えるでいいじゃないかとも思うんですけども、やはりその価格が高いということと、既存のロータスからの買い替え、 いいうののはまあ進まななわけなので、えー、その辺のオーナー数、えー、顧客が増えるかどうかということも、ね、あの未知数なのかなと、えー、まあ販売店さんは、ね、そういうふうに思ってるんじゃないかなと、えー、そういうふうに思います、えー、それなので、まあ、私のようなその田舎に住んでいる方は、えー、ますますこの既存のロータスの入手が難しいというような お店さんが、ね、あのメンテしてなきゃ売ってくんないよっていうような現実があるので、えー、そうなってしまうと田舎にいると本当にもうロータス買えないよってことになっちゃうので、えー、ちょっとまあ残念かなと、えー、そんなふうにも思います、えーとまあ、ロータスの、ね、代理店さんが少ないということが、まあ、この事、まあの発端というか、えー、そんなような感じになってしまっているんですが えー、それであればね、まあ、無理してロータスを選ばなくてもいいのかなと、えー、そんなような気もします。えー、正直、ここまで価格が、ね、高くなってしまうと、えーまあ、自分で、ね、私の考えであってもねちょっと手を出しづらい、まあ、無理してロータス買う必要ないかなと、えー、そんなような気もします。えー、現在、ね、あのロータスの エリーゼに乗っているので、えーまあ、あの手にし,たしているということであって、えーまあ、よ,よかったなというようなそんな思いではあるんですが、えー、全くこれから、ね、買うとなるとちょっと考えちゃうかなと、えー、そういうふうに思っています私の動画を見て、えー、ロータスエリーゼ買ったよということでね、えー、ご意見たくさんいただくことで、えーまあ、非常に嬉しい限りなんですが えー、本当にこれ早く買った人の方が、えー、まあかったんじゃないかなと、えー、そんな今になって思うとそういうふうに感じます、えー、今後このエリーゼがね、あのー、安くなるということはおそらくない、えーまあ、ちょっと絶望的かなと、えー、そんなような気もしますので、えー、まあエリーゼにとって変わる車 正直あるるかとと言われるとあのないんですよねこれはもうねはっきり断言できるかなとそんなふうに思います。えーまあ、それでねあのロータスをじゃあ諦めて他の車種にするか、まあ、これねあのダメだからそっちにするってわけじゃなくて、えー、ロータス以上にね魅力があるという車種もあるので えーまあ、買わなかったことによってまた得られる良さというのもねその新しい車種にはあると思います。えー、それであのどういう車種を選べばいいかということなんですけども仮に私が今ねあのロータスエリザ持ってなければ、えー、一押しだとやっぱアルピーの A ワンテンかなと、えー、そんなふうに思います。 えー、この車マニュアルではないんですけども、えー、ライトウェイトの感じは非常にね、あのー、他の重い車よりはありますし、えー、まだその操る楽しさとか、えー、そういうところが十分残されてる車なので、えー、この RP の A110、えー、私はねこれを一番に押したいと思います、えー、以前の私の動画でロータスが買えないなら、まあ、他の車を これはどう,どうかなということでねあの、動画に上げてみたんですけども、その中で、まあ、いろいろねあの、ご意見いただきました。えー、例えばその、アバルトの595あたり、これも楽しい車であることは間違いないんですが、えー、駆動方式がね、FF なので、えー、ちょっと物足りないとかね、えー、そういうふうにおっしゃる方もおりました。えーまあ、このミッドシップの独特なその運転感覚、 まあ、ロータスに近いともなるとやっぱり A ワンテンかなとそんなような気もします、えーまあ、アルファの 4C これも絶版となってしまったので 4C も価格がちょっと高めに推移はしていますエリーゼほどちょっと極端な価格付けにはなってないんですけども 4C も同じような感じでねあの趣味者としては非常に魅力的なのでその辺でもいいかなとは思います えー、ただねあの中古車だとやっぱり巡り合わせというのがあるので、えー、その辺はね幅広く見,た見ていった方がいいかと思います、えー、それとあと動画の方では上げてなかったんですが、えー、もう一つライトウェイトの中でちょっと忘れてはいけない車種としてあのケータハムスーパーセブンこれをね、あのーまあ、上げてみたいとは思うんですが この車は非常に球数が少ないということと、えー、本当にもう手作りで作っているような車で、えーまあ、新車では入手できるんですが、えー、納期までに非常に時間がかかる、非常というか異常に時間がかかるというような、そんなようなことだそうです。それならば中古車をね、選べばいいのかと思うんですけども。 えー、このケイトハムスーパーセブンも非常にその台数少ないですし、えー、価格が釣られてまあエリーゼに釣られてってわけじゃないんですが非、えー、常にやっぱ高くなってますよね、えーまあ、プレミア価格、えー、本当にもう新車以上の価格で取引されてるので、えー、これもねあの、まあ、もっと早く入手しておくべきだった車じゃないかなと、えー、今になってはそういうふうに感じます スーパーセブンは軽自動車規格のね、あのセブン1 6 0と、えー、まあ最近モデルチェンジして、セブン1 7 0というのがあるんですが、えー、まあ鈴木のね、あのジムニーのエンジン、積んだあのスーパーセブンなんですけど、えー、まあ軽自動車、まあ、たかが軽自動車といってもね、車重が500キロ以下なので、えー、非常にこれ、スポーティーで、あのスポーツカーとしてね、楽しい車ということは聞いております。 えー、ところがまあ価格を考えるとセブ、え、ン、ー、1 6 0で今どうでしょう600万台後半とかがね、えーまあ、700万近いような価格のが数台あるかないかというような、えー、そんな価格付けになっています、えー、それであればね普通のねンの、まあ、1600とか 17002000cc、えー、のはちょっとまたねあの価格がガーンと上がるので それも考えると、えー、まあちょっと高くてやっぱ手を出しづらいかなと、えー、そんなふうにも思います。趣味の車なので、えーまあ、出せる人にとっては問題ないよって人も中にはいるんでしょうが、えー、やっぱコストもね金合い考えていかないといけないので、えー、それじゃどの辺がいいかなというところであれば。 今、新車で入手できる現実的な、えー、まあライトウェイト、それだと、やっぱマツダのロードスター、このあたりが現実的なんじゃないかなと、そういうふうに思います。ロードスターもね、あの機関特捜車みたいな感じで、あの1トン切りをしているという 990S、これ結構最近話題になってますけど、 この車種いいんじゃないかなと個人的にそんなふうに考えています。えー、とこれ限定車じゃないのでそんなに、ね、あの価格が高いというわけでもないですし、えーまあ、豪華グレードを、えーまあ、仕立て上げたということではないので、えー、車重がもう軽く仕上がっているというようなまさしく、ね、ライトウェイトスポーツの方向性にあのより近いというようなそんなような車種になっています。 それでロードスターもねハイブリッドになるとか、まあ、あの将来的なことを考えると、えー、まあ今のうちが買えるタイミングなのかなということでもあるので、えー、まあロードスターをね買っとくのも間違いではないかなと最近そんなふうにもね思っていますただ絶対的軽さとかねそういうことを、まあ、パワーとかそういうことにこだわってしまうと えーまあ、ロータスエリーゼとか、えーまあ、アルピーヌとかねそういう本になっちゃうかなというようなそういう気もするんですが、えー、本当にもう買えるうちに買っとかないと今後のそのライトウェイトスポーツカーの将来は、まあ、明るいとはちょっと言えないですよね、えー。電動化で果たしてこの楽しさが継承できるかというのはちょっとまだ不確定要素が多いですし。 えまあ既存のねガソリン車のライトウェイトスポーツ最後の車種としてね、えー、まあ買えるものは買っといた方がいいのかなと、えー、そんなような気がしますロータスエリーゼの代わりになる車種というのは正直これないんですよね、えー、まあロータスエリーゼはエリーゼありきというようなことになるので リーゼが欲しければもうプレミア価格を払ってでも買わざるを得ないというようなそんな感じです、えー、ただ車の完成度とかそういうことを考えると、えーまあ、1000万以上出して買う車なのかなと、えー、その辺は疑問が残ります、えー、それとあとエキ液、えー、まあこれはあの価格が高いということなので 買える人がやっぱ限られているのでまだ新車が手に入るというようなそんな状況ではあります今後、エキシージの価格推移についてはリーゼほどは高くはそのなってはいかないと思うんですがやっぱりあの似たようなあの価格、まあ、高い価格が維持されるというようなそんなような予測をします。 それなのでまあエリーゼがあまりにも高ければ、えー、と思い切ってエキシージを買ってしまうというのは、まあ、それもありかなというようなそんなような気もします、えー、ライトウェイトスポーツカーの選び方としてねあのいろいろまあこう精査してみますとまだまだちょっと迷いがあるなと、えー、自分でもねあの話しててそんなふうにあの感じます じゃあどこにね落としどころを持っていくかといってもねこれはの正解はないんですよ、えーまあの。自分の気に入った車を買えばそれでいいというのは、まあ、単純な話にはなってしまいますが、えー、自分なりに、まあ、ちょっとそのプレミアのバランスとあとまあ自分の予算それを考えた上で、えーまあ、車を買った方がいいのかなと。 趣味の車選びっていうのはねそういうことを考えると、まあ、ちょっと難しいかなというような気もしますいろいろねこのように迷っている時が一番楽しいのかなとそういうこともあるので、まあ、ライトウェイトスポーツを選ぶということのねあの楽しみも一緒に合わせて楽しんじゃおうというようなねそんなところでもいいと思います はいえー、それじゃあの、はい、ライトウェイトスポーツカーの選び方ということでお話をしたんですが、えー、これねあの、結論がまとまらないので、えーまあ、車の話は楽しいなと、えー、そんな感じで締めたいと思います。えー、それでは今回、この辺でご視聴ありがとうございました。